はい、皆さんこんにちは。今日はですね、5月に起きた狩猟関連のニュースを一挙に取り上げながらトークしていく動画でございます。はい、まずはこちらのニュースです。東出昌大さんが狩猟者になっていたというニュースです。不倫騒動や子どもの養育費の提示額が子ども1人につき1万円などたびたび話題に上がる、俳優の東出さんが反対になっていることが分かりました。こちらの部分ですね。東出さんはですね、2018年12月頃に狩猟免許と銃砲所持許可を取得しておりました。なんと私と全く同じタイミングで反対になってたんですね。師匠はサバイバル登山家の服部文弘さんですね。この方ですね。服部さんはですね、現地調達しながら長期間の登山をされる、超人なんですけど、クレイジージャーニーにも出演していましたね。でその服部さんによると、東出さんは、単独猟4日目までに、2頭の鹿を捕獲したそう でそれに対して服部さんが、俺は最初の1頭を取るまでに丸2年かかったんだけどねと、東出さんに称賛のコメントしていますと。いや、すごいですよね。単独猟の4日目なんて普通に言ったら多分鹿にそもそも会えないで終わりますよね。でそれを2頭捕獲 していると。まあね、師匠の教え方がものすごくいいんでしょうけど、とはいえすごい凄腕のハンターですね。そしてなんと元妻のアンさんは2014年時点ですでに狩猟免許を持っていたと。これすごいですよね。夫婦揃って、狩猟免許を持っていたということなので、東出さんがね、ああいったことがなければ、もしかしたら今頃夫婦で、狩猟しながら家族で幸せに過ごしていたのかもしれないですよね。はい、では続いてのニュースです。自作の空気銃を許可なく所持して、ベトナム人の男が逮捕されたっていう事件ですね。発砲音が聞こえたという110番通報があり、警察が捜査を進め、 V 容疑者の自宅や周辺を、捜索した結果、自宅の近くで空気銃が見つかり押収したということです。この事件ね、いろいろ気になるんですよね。まず空気銃の発砲音なんて、スリッパで床をパーンって叩くぐらいの、たかが知れた音量なんですよね。それだけの音で、110番通報されるんだなっていうのがまず驚きですね。この動画をね、見てくださっているエアライフルハンターの皆さんはもちろん正当に所持されていると思うんですが、発砲音だけで簡単に通報されてしまうってことはですね、肝に銘じておかないといけないかなと思いますね。でそれはさておき、その通報があってから逮捕までこぎつける警察、すごすぎないですか。スリッパでパーンって叩くぐらいの音の通報に対してですね、事件の可能性ありと判断して、おそらく聞き込みとか、捜査活動したわけですよね。でそしてそこから逮捕まできちんとこぎつけるって、相当優秀な警察の方だと思いませんか。そしてこの空気銃ですが、金属の弾を発射できて殺傷能力もあるってことが分かっているようです。すごい完成度ですよね。これ多分プレチャージ式ですよね。こっから空気入れるんじゃないかな。でここに残圧系らしきものまでついていて、ちゃんと空気銃してるんですよね。これね、カモを取る目的だったのか、それとも人を殺す目的だったのかは分かりませんが、何より逮捕されてよかったなというニュースでございました。で続いてのニュースはこちらですね。三重でカモシカ狩猟、文化財保護法違反容疑で名古屋の男逮捕ということで、国の特別天然記念物に指定されている日本カモシカを撃ったとして、三重県警は文化財保護法違反の疑いで男を逮捕した。日本カモシカをライフル銃で撃ち傷つけたとされると。カモシカが特別天然記念物と知っていた。
肉を持ち帰って食べ、角をキーホルダーにしようと思ったと容疑を認めているという事件ですね。もうこれはね、ハンターとしては許せないですよね。そしてこの男が使っていたのがライフル銃なんですよね。ライフル銃を所持するには散弾銃を所持して少なくとも、10年以上経過していないといけないんですよ。なのでこの男は10年以上のベテランハンターで、そんな危険な男が長い期間にわたって実銃を持っていたってことなんですよね。しかも公安に認められてと、恐ろしい話ですよね。はい、では最後のニュースです。家の壁に穴と110番、調べると中に金属塊、周辺には狩猟許された山林。家の壁に穴が開いていると110番があった。1階外壁に直径1センチほどの穴があり、部屋の中の壁に、銃弾のような金属の塊がめり込んでいた。怪我人はなかった。民家の周辺にはイノシシやシカなどの有害鳥獣駆除のための狩猟が許された山林があり、幼獣の流れ弾と見ていると、まあ、これは犯人が捕まっていないので、そこに住んでいる住民からしたらものすごい恐怖ですよね。まあ、カモシカをね撃った男もそうですが、まあ、こういったハンターがいなくならないと狩猟もなかなか認められていかないのかなと思いました。はい、ということで以上5月の狩猟ニュースでございました。ニュースについてのご意見や、他にもこんなニュースがあったよとかですね、ありましたらお気軽にコメント欄でお知らせください。面白いと思っていただけましたら高評価チャンネル登録お願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。またお会いしましょう。